い、こんにちは。しんてっちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、被害妄想についてお話をしたいと思います。ある YouTuber 主がね、自分はすごい僕から攻撃を受けてるんだ、そして、そのリスナーさんも僕から攻撃を受けてるんだと、だから私たちは攻撃されてるのだから怖いよ攻撃されてるのって言ってるんですよ。で、これってね、完全な被害妄想で、ね、攻撃っていう言葉自体が僕は意味が分かんないんですけど、例えばですね、僕はね、こう感情に任せてね、怒鳴るとか、あとなんていうかな、そのひどいね、言葉を使うとかね、コメントを残すとか、そういったことは一切やったことありません。やったこともないし、そんなことやろうと思ってないし、やっぱ大人ですからそういうことはしちゃいかんというふうに思っています。で、このチャンネル主はね、自分は攻撃されてると思ってるんですけど、例えば皆さんね、デマを流されたと、もう面と向かってね、あんた免許持ってないんじゃないのとか、免許持ってますよ、持ってないらしいじゃないの、噂で聞いたけど、それを言われたら、皆さんだったらどう答えますか。いや持ってますよとか、あるいは、なんだっけ、病気は嘘だと言われたら、まあほっとけばいいっていう方もいらっしゃるんですよ。でほっとけばいいっていう方もいらっしゃる、これも確かに一理あるんです。ただほっといた場合ね、何が起こるかというとね、このチャンネル主の方は、ライブ配信で暴言を吐き続けるんですね。で、今この方は自分が被害に遭ってると、僕から何か言われてる、やられてる、だから自分はかわいそうなんだ、だからこんな自分を応援して、こういう、まあ、攻撃をされて心が、メンタルがやられて、でもしかしたら入院するかもしれない、仕事は休む羽目になっています、専門家の弁護士に見てもらってます、これもっともらしい話なんですけど、そもそも僕がこう動画で喋ってる内容と、向こうのチャンネル主がね喋ってる内容と比較してください。僕は10分の1も言ってません。で批判はしてません。アドバイス的な言い方しかしてません。でも向こうは明らかにデマをね、こう YouTube で風潮してると。でそれもね、もともと僕のアンチの人から得た情報をね、そうやって拡散してるわけですね。でそういう人にね、やめてくださいって言ったってやめないし、あとライブ配信を聞いてもらったら皆さんわかると思うんですけど、あれはね、最強のね、僕から言わせたら嫌がらせ、あるいは主の言うような攻撃と同じじゃないでしょうか。でかかる火の粉は自分にね、火の粉がかかったらこう振り払うでしょ。それと同じで、言いたいことをずっと言わせ続けたら、それがね、たとえ嘘でもデマでもね、本当のようになって広がるっていうことが非常に怖いんですよ。でこれはまあ法的なね、まあ事実を風潮したら名誉毀損で、あることない嘘を風潮したら、ね、信用毀損罪ということになるんですけど、どちらにしてもね、主のやってることはまあ犯罪に近いんですけどね。だからライブでね、これやったらまた狙われるよ、これやったらあの人に狙われるよとかね、狙ってませんから。で僕がね、こう仕返し的にやって、仕返しではないんだけど、やってるのはね、やっぱりひどい言葉を浴びせられた人にはやっぱり一回ジャブあたりはやっとかないかんというのがね、まあ普通のね。でないと、このチャンネル主と、そのチャンネル主についてる何人かはね、もうね、基本的に自分たちが被害者なんだ、言われるんだ、攻撃されてるんだという思い込んでるんですよ。だけど皆さん、この人たちね、一人一人がね、自分が今までどんな書き込みをしたか、自分が書き込みや言ったことがひどいこと言ってないのかということをね、もう一回ね、自分が見直してほしい。で自分が言ったこととやられてることを比較したら、
自分がコメントで言ったことの方がひどいことを言ってるんじゃないかというような目線で見てもらったらいいかなと思います。特にね、みなこハウスラビ飯坂由美子、誰や沢とかね、まあ、横沢、まあ、この辺はいいんだけど、飯坂由美子とか、あとラビミントみなこハウス、この辺りの人のねコメントってね、まあ、他の人はもともとアンチなのでもう免疫ついてるんですよ。でもこういった人たちが、主にねいいように騙されてね、主が被害者なんだということを前提にね、いろんなことをコメントされてると、悪とか善とか正義は勝つとかわけのわからんこと言ってる人もいるんですけど、毎回言うようにね、YouTube はねこの人はやめたくない、休憩もしたくない。だけど YouTube をすることによって仕事を休む、収入がなくなる、攻撃されると言いながら絶対にやめないんですよ。なぜかというと攻撃されてると思ってないから。ただ自分はひどいことをいっぱいしてるという認識がねないこと自体が、僕はね言われたやられたことの10分の1しか何もしてないです。これはささやかな抵抗だけども、歯止めが効かないんですよね。特に僕は感情を抑えることができます。で、向こうのチャンネル主はね感情を抑えることができません。感情を抑えることができないということはどこまでエスカレートするか分かんないんですよ。で、ライブ配信っていうのは生配信でしょ。生配信っていうことはね、練習ができないんです。つまりその時言った言葉がそのまま残るんですよ。で、これをね僕の相手の弁護士さんが見てるって言うけど、あんな長いねライブをね一回一回弁護士見るような時間ないし、最初のお金ももらってないのにその人の内容をチェックなんかできないですよ。で、まずね YouTube、 そんなに心が痛いんだったら YouTube を見るなと、見ない方がいいと指摘されて、もう一つはねもう YouTube から距離を置けというような、まあことをアドバイスするのが普通だと思います。だから YouTube を見るな、でも YouTube はしろではね、これねついつまが合わないんですね。だから体が悪いっていうのもね怪しいし、体が悪いって言ってるのは、入院かもしれないって言ってるのは、その攻撃されて、攻撃をされて自分がやられてんだということをアピールするために言ってるのか、あるいはこれねついつま合わないんですよ。だから体が悪いんだったら、ね、療養しないといけない。療養せずにか同じことをやってる、ただやってないのは仕事を言ってないだけ。これはねちょっとね何を言ってるかついつまがありません。